階段アミゴ僕ですねあの普段まあこうやってあのテレビだったりいろんなところであのお化けの話といいますか、まあ、階段をおしゃべりさせていただいたりしてるんですけども、えー、なんか MC 業としてもいろいろ MC をやっておりまして、まあ、それこそ あのアイドルさんのイベントだったりアーティストさんのライブだったりっていろんなところで MC としてお仕事させていただく機会がとても多いんですけどもそんな中でですねやっぱりあの現場に行くとアイドルさんだったらアーティストさんであの怖い話好きな方っていらっしゃるんですよねで怖い話好きな方々がメンバーさんにいたりするとやっぱり楽屋でねそういう話で盛り上がったりするんですよ マネージャーさんもそれこそ一緒になって盛り上がったりするんですけど、そんな中でですね、あの、この女の子はですね、あの、二十歳ぐらいの子なんですけども、いわゆるね、あの、大手の事務所に所属しているような子ではないんですけども、本当にしょっちゅうライブハウスとかで歌ったり、可愛い衣装着て歌ったり踊ったりしたり、で、それこそファンの方も何人かついてたり、っていう感じでいろんなライブハウスで出演されてるみたいな、そういう子なんですよね。 その子がですね、あの、とある地方のライブに出演するときに、まあそこの女のライブのライブハウスの近くにあるビジネスホテルを予約して、なんかもちろんなんですけども、マネージャーさんとかがついてるわけじゃないので、ね、ご自身一人で大きなキャリーバッグをそのまま引いて、その地方まで行ったらしいんですよね。物販とか衣装とかいっぱい入ってるの結構なお荷物なんですけど、そのキャリーをガラガラって引いて、ライブハウスまで行って、ライブ終わって。で、近くに撮ってた、 まあビジネスホテル、そこにチェックインするわけですよ。で、夜なんですけどもね、ライブも終わりましたし、そのチェックインしたホテルに入って、部屋の中で荷物をその辺に置いて、で、着てた服もバーンと脱いで、そのまま、ただもう汗もかいたしシャワー浴びたいわと思って、そこをガチャーって開けると、ユニットバスになってるんですよね。で、ユニットバスになってて、で、まあ便座があるところのその横に、 置いてあったマットを敷いてでバスタオルをその辺に置いてで、面座の奥にあるそのお風呂の中によいしょって入って手前のシャワーカーテンをじゃあ閉めてその中でシャワーをバーッと浴びてたんですねで、シャワーがバーッと浴びてるんですけどねで、そのほど気持ちいいと思いながら浴びてて、で、そのシャワーをキッと止めて 頭を洗うためにシャワーを一度止めて、シャンプーをね、ちょっと手に取ったんですね。で、そのまま頭に持っていこうとしたときに、シャワーを止めたんでね、結構無音の状態なんですけども、頭に持っていこうとしたときに、部屋の中でシッ、シッ、シッ、なんか音がしたんです。で、パッと、あれなんか音がすると思ったときに、あ、そっかと。このユニットバスの入り口のドアをね、ちゃんとそういえば閉めてなかったなと思って。あ、だから部屋の中の音が聞こえてるんだ。 って思ったんですけどいやいや一人だしと思って何この引きずるような足音のような謎の音はと思ってすぐそこ部屋の中から聞こえるって思ったのでじじってこの音にえ何ってシャンプーもできないリいたんですえこれ何って思ってたらジッジッズーなんかえこれ引きずるような音なのかなと思ったんですけどその音がすぐそこまで聞こえてるからうわ何これって思ってでもその白くて薄いシャワーカーテンの向こう ドアがちょょっと開いてるんでしょうねそのところから聞こえるんですよジジジバタンって音がしたんですそれってあれプラスチックなんですかねあのユニットバスの素材わかんないですけどあの床を踏みしめるようなバタンって聞こえたんですよでバタンって聞こえてバタンって聞こえたら今自分がいるシャワーカーテンのすぐ向こうなんですその音がえー、っと思って思ってたら ふわって左見たらそこシャワーカーテンなんですけどね。白くて薄いシャワーカーテンのその端っこの方ですね。黒い点のようなものが4つ浮かび上がってるんですよ。何と思ったらね、おそらくそれ指先だったんでしょうね。その黒い4つの点のようなものがグイッってもうはっきり黒い手の形に見えた。したら反対側にグイッってまた来たんですよ。で、それを見たからうわーってなってたら、 グイグイの中から顔がグーってきて。で、それに、うわーってなって、したらその顔グー,グーグーグーってどんどん近くまで来るから、うわー、うわーって思って。むちゃくちゃ怖いんですよ。で、怖くなって、うわー、うわーってなって、でも、僕はこの話聞いてすごいなと思ってたんですけど、彼女、うわーってなった時に、この、両側の手の間から出てその顔に向かって、うわーってなって、 右手をそこに握り拳でグワーンいったらしいんですよそしたらここに向かってやったんですけど感覚としては本当にシャワーカーテンがファサッってなっただけの感覚なんですよねそれでえっと思って目の前のシャワーカーテンシャーッってやったら誰もそこにいないんですよねでえっむちゃくちゃ怖くなっ そのままその部屋にいるのすごい嫌だった。そんな思いも今までしたことなかったから、これむちゃくちゃ怖いと思って。すぐにホテルのフロントの方に電話をして、まあ、半分クレームのような状態で、今こんなことがありました。ここの部屋どうなってるんですか何なんですかここのホテル。むちゃくちゃ文句言って、部屋を変えてくれって話をしたんですよね。 ただホテルの方も結構困っちゃってですねなんかいわゆるその今までそんな報告をされたこともないしここのホテルでそういったなんかトラブル起きたことないっていうんですね「だ申し訳ございません」ってなって「お部屋変えるのはでもちょっと」ってなってたんですけども「いやもうふざけんな」って安心して結構切れた感じに行くと部屋を変えてもらうことができたんですよねで次の案内された普通の部屋に通してもらったんですね 間取りととしてはさっきの部屋とはそんなな変わらないですね。回数も違えば方角も違うところの別の部屋に変えてもらったでもねあの時何なんだここは何だこの部屋はって思ってあんな体験したから初めてだったからと思ってむちゃくちゃ怖いと思ってたんですけどねおそらくあの部屋が原因じゃなかったんだろうなって思ったんですよね部屋を変えてもらってその後、 普通にお風呂に入ってシャワーも浴びてベッドの中で寝てたんですけども夜中中ずっと誰かが体をベタ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 触ってるんですよもちろん鍵も閉めてますし布団もかぶってるから布団の中で自分を誰かがベタベタ触るなんてできるはずないなのに布団の中でベタベタ触られてるんですよそれがすごい嫌だったでもちょっと怖くて でも何かこの触り方も気持ち悪いし何なんだろうって思ってたんですけどもじゃあさっきの部屋が原因じゃなかったんだもしかしたらこのホテルに来る道中自分自身がどこかで何か拾ってきてしまったのかもしくはどっかでついてしまった何かをずっとついたまま移動してしまったのかそう思って体を触られながら朝まで過ごしたと。 そんな体験をしたそうです